子供たちが無事でよかった。恩に着るよ。ヒヒン、俺たちに任せればこんなの楽勝だぜ。伝承の儀を受け、村の者の力にもなってもらっている。頼もしくなった君たちなら、ナルガクルガにも引けは取るまい。ナルガクルガが、ゲゲ、もう次の依頼かよ。いくらなんでもコキ使いすぎなんじゃないか。ん、無礼な態度が過ぎるぞ。大きいのは顔だけにしておけ。にゃんだと、聞き捨てならないぞ。ゼラード様、承知いたしました。すぐに向かいます。チッ、ドーナツたらふく用意して待っといてくれよな。まったく。やるじゃないか、感心したぞ。
とな絆だった。
血を引くだけはある。ライダーさんも強くなったな。きっとケイナが見たらドキドキするぜ。やはり人間の成長は早いな。だろう。きっと今のライダーさんならアルマにだって負けないぜ。レドほどの実力があればの話だ。レドじいちゃんの実力？もしかして勝負したことがあるのか？ああ、レドの力がどれほどのものか知りたかったんだ。負けるとも思ってなかったからな。アルマ、レドじいちゃんに負けたのか？負けたんじゃない。あれくらいで許してやったんだ。へえ。じゃあライダーさんもアルマと腕試しをしてみたらどうだ？レドじいちゃんみたいになりたいんだろ？おい、何を勝手に。審判は任せて。あ、なんだお前。通りすがりのアイルーだにゃ。ありとあらゆる勝負の審判をしてきた私に任せるにゃ。おお、いいところに来たな。じゃあ早速実力を見せてやろうぜ。ライダーさん、アルマに勝てばじいちゃんやゼラードも認めてくれると思うぜ。ライダー同士、これも経験になる。手加減はしないぞ。いざ尋常に。
などいらん。でも、ありがとう。アルマってば、それはよろしくないんじゃないか。何がだ。手入れちゃってるのか。俺みたいにグレートなやつはな、感謝される側になった時でも紳士的な対応だなんにゃんか。ヘックスアルマ、お前どうしたんだよ。別に大したことでは。ヘックス、大変ですにゃ。すぐに手当てしますにゃ。近づかないでくれ。ヘックス、もしかしてだけど、お前アイルアレルギーなんじゃ。アレルギーってなんだ。ヘックス、ただくしゃみが止まらないだけだ。ヘックス、それをアレルギーって言うんだよ。アルマ、意外と可愛いところあるんだな。おじい様が呼んでる。おじい様の家へ向かいましょう。長老、ただいま戻りました。無事で何よりであった。レドの血を引く者の片鱗は確かなようだな。へへん、これでライダーさんの力が分かっただろう。まあアルマもいてくれたから百人力だったけどな。よかった、本当に。だけどなんだか森の様子がおかしかったぞ。モンスターも気が立っているみたいだった。それは本当か、アルマ。はい、ゼラード様、あの時と同じです。あの時、レドが村を救ってくれたあの時も、モンスターたちが騒ぎ出した後に事件が起きました。まさかまた同じことが。ご心配には及びません、エナ様。周囲の警戒を続けましょう。いつでも出動できるようライダーたちを集めます。うん。なあ、事件って何のことだ。お前たちにも教えておかねばなるまい。レドも関係していることだからな。おじい様、私から話します。ああ、それがいい。事件の起きた場所に案内する。一緒に来て。俺がお供します。これからハルスガイ山へ行く。支度をしろ。なんだかよくわかんないけど俺も行くぞ。